はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけで,ですね、本日もメンタルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、えー、本日使っていくのはこちらの AR57 ということで、えー、このね、4倍フルオート AR57 を使えば、まあ、前回ね、使った RPK16 よりも安定してね、 敵しばけるんじゃないかなということで、このね、縦横反動91の最強性能を誇る AR57 アサルトライフル使って、ノースリッチやっていこうかなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、ちょっとノースリッチなんですけど、やっぱり敵のね、レベルがまあまあ高い。まあ程よく高いんで、まあ、最低でもね、4層貫通弾は必要かなということで、まあ、今回ですね、 弾が、えー、4層貫通する弾を、まあ、持ってきました SS190 弾というわけでこいつを詰めてね、えー、しっかりと敵を縛いていこうかなというふうに思いますはいそれでは早速、えー、ノースリッジマッチングやっていきましょうレッツゴーさあということでねえ秒速 3cm でマッチングしました対戦よろしくお願いしますなんか早いはいということでね えーまあゴールデンタイムに今動画を撮影しているんですが、やはりこの時間はね、えー、人口も多くて、すぐさまマッチングするんで、まあ、気を抜かずにね、やっていきたいと思います。よろしくお願いしやす。はい、ということで、えー、こんなところから始まっていったということで、えー、一旦ここでマーキングしといて、まあ、とりあえず行きますかね。はい。 AR57 はさ、やっぱり安定性がもう化け物だから、この武器さえ持っていけばさ、まあ、普通に EMR とか SR なんていらなかったんやってねえ、胸を張って言える気がするんで、とりあえず僕はこのね、相棒武器で敵をバチコリしばいていきたい。というわけで、まずは、えーまあ、ダムに向かって、まあ、ちょっとつ猛進スタイルでいいかな。はい。 とりあえずは、この、なんか、綺麗なね、自然豊かな北山山脈を、え、まあ、ピクニックしていくということでね、ピクニック感覚で来たら、ましばかれるんで、皆さんは気をつけましょう。はい。ということで、え、ちょっとこっちの方行っちゃいましょうかね。いや、どっから敵が来るかとか全然わかりません。脇ポジが全然わからないんで、とりあえずはまあ、 通信局でも漁ろうかなでも漁りたくないな俺も。ノースリッチはさ、漁ってると、もう敵がさ、本当に分からなくなってしまうんで、敵の,あの動向っていうのが。とりあえずまあ、通信局2機をしばきに行くのもいいんですが、銃声の鳴った方にね、まあ、向かうのが一ちゃん早いんで、こういうことですよね。もう銃声が鳴ったら、即行動ということで、もう行動あるのみ。 やっぱりさ、行動するかしないかじゃん、結局は。しなかったらさ、何の成果も得られないわけですよね。ただ行動さえしてれば、まああの、何かしらのね、成果は出るでしょう。全ロス、もしくはうまうま。まあどっちでもいいんで、とりあえず銃声の方向に向かっていく。まあどっちでもはよくないか。はい。全ロスはよくないんで、本当に。マジで。もう僕まだ寝ぼけてるんで、皆さんね。やめてください、本当に。俺は全ロス系 YouTuber でも何でもないからな。いるか こわいる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 。さあ、いました、いました。あいつ芝こっか、とりあえずじゃあ。はい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 。どこ行ったおーい。身を潜めるんじゃないよ。いたいたいた。とりあえずは、2枚いるかこっちもなんか近くにいそう。こわこわこわおーい、待って待って待って。とりあえず芝いて。あ、あいつはなんだとりあえず芝居といた。はい。 あいつがまあ、プレイヤーでしょうね、多分。とりあえず一枚、まずはプレイヤーを縛かせていただきました。対戦ありがとうございました。さあ、まずは一旦、あさりましょうか。え、これプレイヤーじゃないのかマジえ、でもちょっとさ、うまいじゃん、普通に。普通になんかうまいから、とりあえずまあ、スカブかなピースかかな、これは。えー、なんか来ている。さあ、怖い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 。いるぞ、近くに。地形ぞ、これ。 はい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 。いっぱいいるな。なんだこれ。一枚しばいて、もう一枚。とりあえずはマガジンを公開しておきましょうか。いる、もう1枚いるんだよな。どこどこどこいるいるいる。怖い怖い怖い。まだいるぞ。近くに。あ、ちょっと二つあったの僕は引き逃さなかった。はい。消えたか。いや、怖いね。これ。 非常に危ないですね。あいつかなはいはいはい、やめてやめてやめて,やめて。おお、待て待て待て。うるさいうるさいって。普通にやめろって、お前ら。とりあえず残りは半分。こっちから聞こえた。足音。怖い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 。来てるかいるね。1枚か ?2 枚かちょ、っとわかりませんが。2枚ぐらい。いやいやいっぱいいるじゃん。だ、お前ら。マジで。お前らマジ何 やめて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 。邪魔邪魔邪魔。とりあえずしっかりとマガジンを交換して、えー、君たちもしばかせてもらうよと。見えにくくこれ。いっか。君たち行くか、なんか。弱そうえー、もう一丁芝居とくか。一応な。えー、ということで、まあ、しっかりとしばかせてもらったんですが、ちょまずいな、だいぶ。一旦回復入れようか。危なかったー。 さあ、ちょっとよく分かりませんがピースカとさスカブのちょっと違いがいまだにわからないんでね一旦鎮痛決めといてでとりあえずは戦場で手術かましましょうかだいぶまずいな普通にさあの弾がもうないっていうはいとりあえず一旦手術開始してまあ、えー、とりあえずは GG でした対戦ありがとうございました 何枚も縛いたけどさ、一度に縛きすぎるとちょっと、情報量が追いつかなくて、ごめんなさい。ちょっと僕、混乱してしまいます。あまりね、えー、なんかそんな一気に来られると困ってしまうんですが、とりあえず、しっかりここはみんな大好き、玉米タイム。カチ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 言ってんじゃねえぞ。ということで、一枚は縛けたんじゃないかな、とりあえず。はい。 プレイヤー1枚しばければ万々、まあ、歳ではあるんですがえ今回ね玉台がトータルまあ20万ぐらいかかっているんで20万以上は稼ぎたいところではある、はい、じゃないとマイナスなんでね結局結局さなんかうまうまできたとしても玉台がさめっちゃ高いかなちょっとなっていう感じですよね本当に。にとりあえずちょっと精査してあげましょうか何が高いんだこれは 何が君はそんなにも高いんだと分かりませんかこれ1万円してるんだけどこれちょっとしょうもないかもしんないな今回ちょっとだるいですこれ非常に非常にめんどくさいことになってしまったさあまずはちょっとここで1枚漁ろっかはい君のちょっとバッグ漁らせてもろってはいファルこれは美味しいかもしれないえい7万円これですよこれですよはい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 来ました 勝ちました。あ、完璧です。ありがとうございます。はい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 。で、君は何ですかこれは。12レベルか。河合町に、ちょっとまあ、お子ちゃまだったかなって感じするんですが、まあ、それにしてもまあ、あの戦場に潜ってきた瞬間にね、えー、もうお子ちゃまも何も関係ないので、とりあえずは、あ,ありがとうございます。うまい。普通においしい。はいはいはい。GG、対戦、ありがとうございました。 えまあ一応この辺ももらっといて、で、しっかりとこのマガジンも詰め込んででバッグももらっちゃいましょうかね。はい、何も詰まってない。夢も希望もありませんが、とりあえずはありがとうございます。はい、しっかりとまあ命に感謝をして、じいじいしていくわけ。これでいっか、とりあえず。もうすべてがおいしいな。うん。じゃあまあいっか、とりあえずはまあこんな感じで、あとはまあ、 玉抜きだのなんだのしておきたいんですがとりあえず、まあ、この辺のスカブちゃんうんピースカブかなんか知りませんがちょっとりあえずこの辺も漁っておいてはいはいはいしょうもないだろうなこれはな正直これは違いますよねなんかピースカブじゃなくて普通のスカブの匂いがプンプンするぜまあじゃあいっかこの辺は漁らなくてもういいやもう疲れたんで僕もだいぶ 今の戦闘で結構ね、えー、消費カロリー食ったんですがえとりあえずこの辺ちょっともらっとくかえ君のさそのサイトが欲しい僕はあれサイトどここれ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 高いんじゃないはいはいはいサイトだけはもらっておきましょうしっかりと盗んでおくはいオッケー見た方がいいかやっぱりスカブもこういうサイトがさ熱いからなさあちょっと弾薬も取り除いてあげましてはい AP 弾がしい ああ、美味しいわ。普通に。ありがとな。はいはい、センキュー、センキュー。普通にありがとうございます。はい、AP 弾がうまい。ということでね、玉がさ、美味しいから、これしっかりと見ないといけないわ。ちょっと、あの、うん、横着せずに。ここは、まあ、学びですよね。これもまた、一つ。えー、で、しっかりとこの辺、えー、これを外しまして、で、これも玉抜いてあげると。いうことで、AP 弾ですので、ね、あ AP 弾1個か。しょうもな。ちょこれ捨てて、 あとはまあ、ちょっとポケットとかも見とくか。こうなったら。徹底的に調べ尽くしましょう。体の隅から隅まで洗ってあげる的な。はい、とりあえずまあ、こうして。はい、OK。はい、ありがとうございました。あと、この辺で一枚俺、しばいたやついたよなちょ。そいつも見ておきたいが、これか。これもちょっと見ておきましょうね。もう、疑わしきは罰せよ精神で。とりあえずは全員を見ておく。ピーポー、ピーポー言うてますが。 どうやらお迎えが来たようです。皆さん、今までご視聴いただき、ありがとうございました。とりあえず弾薬取っとこう。ああ、M885 か。855でした。さっきのやつもさ、ああ、これ、玉抜いといた方が良かったな。まあ、いっか。そこまでちょっと細かくは今回いきませんけど、まあ、本当だったら取っといた方がいいよねっていうことですよね。えで、こいつがなんだ こっちより全然いいじゃん。ちょっとこれショームラインで、これちょっとしばいてあげて、でこれだけ取っておきますか。はい。まあ完璧ですね。えー、じゃああとは、まあいつも通り帰ってあげるが、えー、まあ正義ということで、えー、ブースターをぶち込みまして、そして筋力ブースターもぶち込んでいく。はい、これでまあ完璧ですよね。あとはまあダムから、まあ帰るだけなんで、えー、もう帰りましょう。さようなら。ありがとうございました。 対戦勝ちでありがとうございました。ということで、あとは60%引くだけの、まあ、戦いですよね。あ、ちょっと待って。君もちょっと芝いておこうか。ちょっと君もちょっと見させてもろて、えー、ちょっとやばい。ブースターを今回決め込んでしまってるので、早めに見ておこうか。ここも。あ、PP 弾ということでね。えー、これ、弾絶対おいしいから、ちょっとこれ、弾外しておこうか。うん。これ、PP 弾は、し しっかりともらって帰りましょう。危ない危ない。こういうところだからな、本当に。弾を拾わないといけないから、このゲームは。おったまゲーなんで、結局は。うん。ということで、この辺しっかりと拾っておいて。まあ、こうしてこれちょっとばいておくか。ちょっとこれ芝こうか。ば、はいていきましょう。さあ、ということでね、えー、弾薬半分未満。まあ、とりあえずちょっとリロードかましといて。で、まあ、マガジンフルでいきましょうか。まあ、50発あれば、 まあ普通にしばけるでしょう。残こりは500メーターだからな、今回。まあもう、ちゃっちゃかちゃっちゃか帰って、もう対戦ありがとうございました状態を作ってあげる。もうさっさと帰ろう、マジで。はい。ということでね、えー、まあ普通にしばけましたね。やはり、あの、DMR とか SR っていうのは必要なかったんや。いや、マジでさ、AR でいいんだよな。でもなんかコメント欄であったけど、AR57 って実質 SMG みたいな、なんかこと言われたんですが、僕にはちょっと訳がわかりませんでした。 AR って書かれてるんで、まあ、これは AR だと思うんですが、まあ、ちょっとよく分かりませんね、僕には。はい。難しいことはちょっとよくわかんないんで、えー、とりあえず今、右からなんか聞こえた気がしましたが、もう帰っちゃおう。そんなことは無視して帰っちゃおう。AR57 が SMG だとか、AR とか、まあ、そんな難しいことは考えずに、とりあえず帰っちゃおうということでね、チャオを思い出していく。はい。チャッ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 チャチャ。 チャンチャンチャン、チャンチャンチャンって感じですよね、とりあえず。はい、ということで、一旦ちょっとさ、体力を回復させてあげたいので、あ、ビスケット持ってきてないか、今日、僕、今回。ミルクでも飲んどくか。はい。鼻から牛乳ってことで、ま、牛乳飲んであげて、ビスケットを今回持ってき忘れましたね。はい。まちょっと持ち物忘れっていうのは、ま、仕方なしですよね、本当に。 バイ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 。まあ、左から銃声だ。いやー、この銃声、ちょっと怖いですけど、もう帰りましょうね。うん。僕にはもう時間がない。もう、あの、ウルトラマンのね、胸のピコンピコンピコンって感じなんで、あと3分で帰らないと、僕はあの、ブースト切れちゃうんで、とりあえずさっさと帰りたいところ、ここは。もう無視して帰りましょう。すべてを。すべてを無視する、僕は。無視する人になりましょう。何か気になったことがあったとしても、 もうそこは何も構わずに無視してて帰ってあげる、まあ、そんな精神で乗り越えていければなというふうに思うんですがえとりあえずダムの脱出ポイントがわからないですねこれ怖いですよねダム行くの本当にやだな正直ここはまあこうやって当倍に変えといてやばいやばいやばいあっぷね君は何だったんだ人かそれとも猿かわかりませんが とりあえずまずい。しばいてしまった、こんなところで。いや、これ、普通に人だよな。はいはいはい。猿も木から落ちるということで、対戦ありがとうございました。あ、違うわ。普通に違うわ。これ、人じゃないわ。あー、ただもうこれ、やばい。ここで拾ってたらさ、しばかれる可能性あるんで、もうちょっと近くに来てるしな。怖い怖い怖い。でも、それでもちょっと拾ってあげたいのが世の情け。さあ、ちょっと弾薬取り除いていきましょうか。あ、しょうもないな。これ、しょっぱい。じゃいいや、いいや、いいや。 やめろやめろやめろ。そんなしょうもない弾を取り除いてる場合ではない。あ、これもしょっぱい。あ、じゃあ行こうもう行こう。もう帰ろう。今のは何だったんだ。とりあえずいいです。はい。ダムで僕帰るんで。おっと。ダムないかこれ。もしかして帰還ポイント。どこだダムの期間ポイントって。あーあー、閉鎖されちゃってまあ最低です本当に。これだから信用ならないよね本当にダムっていうのは。マジかー。もう最低じゃねえかーこれ。 最悪だマジで。ま、あでも一回ダム通ってこれたのは。まあ、普通にまあアドでしょう。何がアドなんでしょうかわかりませんが、とりあえず4スコに変えておきましょうか。アップねマジで。えー、ダムが無理ということで、これは何確率30%無理じゃん、そんな。60%引けないのにさ30、30%引けるわけがねえだろうが、普通に考えて。そこは僕もわかってますよ、さすがにね。60%を引けなくて30%を引く男なんて考えられないんで。 まあここは村の奥地からまあ帰っていくことにしましょうか。はい。いや、それにしてもちょっと騙されましたよねえ。ダムが開いてないなんてそんなことある。普通に60%を外していくと。これ確率ゲーなんだよな、結局な。運ゲーだからもうしょうがねえわ、これ、普通に。蜂蜜でもちょっと食べたろ、ここで。ここでしっかりと蜂蜜食べてあげて、ちょっとね、体力を回復していこうと思います。スタミナね。はい。 さスタミナフル。じゃあもうあとは、えー、行きましょうか。村の奥地から。この、まあ、秘境からね、帰っていきたいというふうに思います。まあファルをゲットできたということでね、まあこのまま帰れれば、まあ、20万ぐらいいくんじゃないかなと。はい。まあ玉もね、すべて打ち切ってないし、まあ結局は、まあ、このまま帰れればですけど、まあ GG ですよね。あとは機関狩りにだけ気をつけておきましょう。もう気をつけようがないですか、それは。 それはもう神のみぞ知るというか、もう天命にね、待つしかないんで、すべてを捧げて天命に待てみたいな、なんか緑や伊豆がそんな話をしてたような気がしましたが、気のせいでしょうかいたな、今。いや、今、いたな。怖いな、今の。今の動き、なんだ人の可能性あると、普通に考えて。人か珍獣か、それとも。怖い、怖い、怖い。今の機敏な動き、プレイヤーの可能性があるな、普通に。 怖い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 。わーわーマジか。ここに来て人来るか。嘘だでしょ、それは。やめてください、マジで。マジでやらここ当たりたくない。あ、いるいるいる。普通にいる。しかも2枚か。2枚ぐらいいるな。最低ですね、これ。最低の案件に入っちゃっています。さあ、この案件がマジで怖いんで、一旦逃げましょうか。 これちょっと案件は選ばないといけないからな、本当に。信用問題なんで、案件っていうのは。マジで。危ないからね。だってせっかくさ、みんながチャンネル登録してくれたのにさ、クソ案件をこなして、目先の金を手に入れることによって、みんなからの信頼を失って、結局 GG なんですよね。だから僕はここは、その危険な案件は一旦ね、やめたい。はい。そんな、みんなの信用を失いたくないんで、僕は。 ここはちょっとこの案件は手を引かせていただいて、まあ、クソ企業とはおさらばしていくわけ。はいえー、今見てるね、えー、企業の皆様、えー、僕ね、えー、企業案件お待ちしておりますので、ぜひともいい案件ください。お願いします。精一杯あの製品紹介とか、まあ、アプリの紹介とかさせていただきますので、まあ、よろしくお願いしますと。報酬はその代わり弾んでください。ということでね、えー、村の奥地にやってきたわけですが、 もう,帰ろうかちょっと銃声鳴なってたのがね、怖いんですよね。右側からもちょっと聞こえてたんで、これもしかしたらもしかするかもしれない。なんか奥地でね、やり合ってる可能性あるんで、ちょっとここはね、えー、ちょっとそのやり合いからは目をつぶって、う帰りましょうか。普通に。素直に、冷静に、熱血にして、締結にして、冷血に帰りましょう。とりあえず、キスショットハート、アセロラオリオンハートの可能性があるので気をつけよう。そんな感じだったよな、確か忍ちゃんの本名は。 僕も最近アニメさ、全然見れてないかな。ちょ、よくさ、わからないんだけど、まあ、とりあえず、忍ぶファンに怒られる前に、さっさと帰りたいと思う。はい、オッケー完璧ですね。危ねえ、マジで、あの案件受けなくてよかった、本当に。あそこだよな、ターニングポイントは、今回の。あそこで案件受けてたら、多分しばかれたと思うわ。あ、よかった、はい。しっかりと最適解を、まあ、あの、順当に踏んでいきましたよね。はい、択を外さなかった、今回は。 本日の最終結果、見ていきましょうか。はい。ということで、本日の最終結果はこちらウィー !23 万円素晴らしいいや、普通に玉台回収できただけで、バンバン剤。つうか、まあ、これから、まあ、ぼったくったらもっと伸びると思うんで、まあ、いいでしょう。23万以上。まあ、40万ぐらいでぼったくって、まあ、20万の利益。ということでね。いやー、よかった、ノースリッチ。マジでこのマップ楽しすぎる。よいしょこんがりでした。じゃあな 自己。ジジ